原田智彦は、日本史学者、大阪市立大学名誉教授。満州法典生まれ。本籍地は、佐賀県。生後2歳の時に、一家で、東京に渡る。1929年、長野県旧制松本中学、入学し、その後1936年、松本高等学校文科校類卒業。1939年、 東京帝国大学文学部国史学科卒業。国民新聞社記者となり国民生活研究会に参加して広告士官に対抗したが徴兵される。1946年福院、1948年まで松本商業学校教員、信用新聞社に入り論説委員となるが、レッドパージで退職。 1952年大阪市立大学経済学部講師、1954年助教授、1959年教授、1969年から1970年まで経済学部長、1980年に定年退職、名誉教授、八代学院大学経済学部教授、1962年には日本方権成果の都市と社会により、 大阪市立大学から経済学博士の学位を授与される。この間、1953年から1966年まで、部落問題研究処理事、1957年から1969年まで、大阪市童話問題研究室理事、1964年から1983年まで、大阪府童話対策審議会委員。 1967年から1983年まで、大阪市童話対策審議会委員を、また1968年から1983年まで、ブラック解放研究所初代理事長を務める。奈良本達也らと共に、ブラック史研究を行い業績を残し、ブラック差別撤廃の啓蒙、童話行政に尽くし、1975年、松本次一郎賞受賞。 原田智彦著作集、全7巻、別巻、原田智彦論集全5巻がある。没後1992年より、部落解放研究を対象に、原田智彦賞が設けられたが、後原田智彦記念部落史研究奨励金に変わった。ありがとうございます。